撮影してます。ヒデとユキとナルです。今日はあの日本料理の三公園さんというあの食事屋さんに、やってまいりました。見てください、こちらの庭も本当にもう日本食のお店って、日本料理屋さんっていう感じが溢れてますよね。めっちゃすごい綺麗。もうこのこちらもあの部屋からですね見える景色とかもすごい最高で、はい、では中に入っていきたいと思います。はい、すごい入り口ですね。前がすごい、カエルが4匹います。ゲロ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 。まずは一番最初の前菜っていうんですかね、前菜が届きました。いただきます。いただきます。剥がれ、おいしい。これはなんか自家製ポン酢らしくてすごいおいしいです。おいただきます。うん、うまい。あっさりあっさりしてて、で、タイ皮、なんかね、魚の皮って、ね、一見捨てがちじゃないですか。それをこう工夫して使ってるっていうところがまずいいですよね。で、ポン酢のこのあっさりした感じとタイ皮のなんていうんだろう、食感が珍しいよね。食感が、うんうんうん、コリコリではないんですけど、なんて言うんやろ、なんて言ったらいいんやろ、表現が食レポ下手やな。はい、僕も食レポしてと言われたのでちょっと食レポしたいと思います。はい、さっきまで動画を撮っていただいて、ね、やっぱりね、気になるのが車エビ、ちょっとね、ちょっと食べたいと思います。いただきます。シャキーンって見てこれ、今ちょっとまあ醤油つけたんですけど、んこの弾力がすごい、新鮮やからこその出る弾力。ちなみに1分前まで生きて泳いでいたエビみたいですよ。ビチビチ動いてもん。踊り食い、うん。が、今から食レポします。見てこれ、三幸園さんは山芋と長芋のコンビです。そして卵です。トリオです。見てください、これこれ、こうやってね、はい、いきますよ。見てください、これ。つけて、見て、これ。この食べ方、見て。いくで、いくで。うん。すき焼きと、普段食べてる卵と、この、すき焼きのタレで、まあ、肉入れて食べるのと何が違うかって、山芋がいてることによってマイルドすごい。やっぱりあのかなりマイルドやから、すんごい卵と牛肉が絡み合って、まあ長芋と山芋くんがこう包み込む、こうやって包み込む肉を表現の仕方、うん、はい、じゃあね、今からね見てください。
天ぷら食べたいと思います。あゆ食べてみましょうか。うまっ。何これ、めちゃめちゃうまいよ。なんかあゆいっぱい卵持ってて、卵のうまみビビるちゃん。ね、ちょっともうちょっとしようかと。急にもこみち風になりました。甘い。口入れた瞬間甘みがバシンだ。なやこれすごいな、このイチジク。びっくりするぐらいこう、なんやろ、家帰るやん、じゃあドアバーン開けて俺イチジクみたいな感じのインパクトがすごい。さあ締めですよ、締めです。皆さん祭り囃子です。このスイカというスイカの名前は祭り囃子、鳥取県産の祭り囃子のスイカです。チャキーン。でこれがシャインマスカットで、これがベニッシュ。ほう、うん、これ箱で買ったら1万5000円とかする。山形県産のベニッシュ法です。これが恋人メロン。お、言えた、恋人メロン。いくよ。どんな味でしょうか。歯応えがしっかりこう、なんていうの、ふにゃふにゃじゃなく、柔らかすぎず硬すぎず、すごい。でしかも食べやすいし、口にこうメロンの存在、俺はメロンだよって、うん、俺はメロンだよって言った。うん、俺はメロンだよって言って、口の中で言ってるわ。うん、うまい、ほんと存在感があるんですね。うん、こう食べてて締めを何にするか考えるよね。うん、紅酒いこうか。ほうね、紅酒ほうね。うん、うん、ベニシュウホ、何これ。今までに食べたことがないぐらい肉肉しい。さくらんぼ、なんかリンゴに近い。リンゴぐらいなんか肉肉しいし、こう甘みがある。身が詰まってるんですか。身が詰まってるね。うん、油断したらやられる。マスカットシャインマスカット、シャインマスカット。うん、うん、何これ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 、このシャインマスカット、すげえやんこれ。マスカットってこんなうまい、すごいわ。おい、え、すごいしか言ってない。あのシャインマスカット、なんかブドウに近いな、すごい。なんか今まで食べたマスカットってなんかパサパサしてる、うん、でもこのシャインマスカットはすごい、ちょっと中がすごいみずみずしくて、シャインマスカットを食べたことによってなんか、うん、ちょっとブドウに近いですよね。ブドウじゃないんやけど。これ次、祭り囃子いくよ。
かすんごい潤った種どうしたどうしたどうした、スイカが冷たすぎて知覚過敏、頭がキンでした、うん、なんか見て、みんな見てわかるようにスイカ食べたらびちょびちょなりゃ、うん、でもこう食べながらボタ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 めっちゃ落ちるわけじゃなくすごい食べやすい、うん、みんなも、うん、種と一緒に食べてもらったらスイカの美味しさがより深くなるかもしれないね、食べてください。またご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしく。